四箇所道常は、江戸時代中期から、後期の筑後国柳川藩市で、藩内での踏み車の普及に尽力するなどして、立花明通りの法暦年間の反省改革に、貢献した中老。また、日置流休術を呼び、山賀流標法師範。最終的な国高は400国。価格は6組求人。隠居後に隠居料二十人不治廃の上、 機密用係となる。柳川藩に仕官してから四代目の当主である四家所鎮、これの長男として、元禄十四年に誕生。教法五年に、部屋住みのまま出資し、金国使者役を務める。教法十一年に、藩主、立花忠氏はじめの参勤交代に随行して、江戸に登る。これ以降、江戸往来二十四回、その他大阪。 隣国などの旅役を数回務めた。延響元年には、藩主、貞則の弓師範役となる。延響四年には、藩主の貫通の弓師範役及び、兵法師範役となる。寛延三年に、長い頭となる。法歴元年には、武行に昇進する。なお、法歴年間の役職名改正により、武行は中老に改正される。 法歴3年に踏み車を金村の農家にしようとして貸し渡して使用させる。しかし、従来は、ダオけで飲水していた農民にとって、踏み車は使い慣れない機械で操作に苦労した上、足腰が痛むために、農村では4カ所が貸し出した踏み車を使用することはなかった。このために4カ所は仕方なく、自腹で妊婦を雇ったり、藩主の貫通よりお小屋の低妊婦を借りて、 踏み車の使用法を各村に伝授し、反強制的に踏み車を使用させた。これにより、踏み車の公用が、農民に理解されるようになり普及する。法歴4年には、内省方を委任される。法歴8年6月16日に、藩主の貫通よりその意味名の一時を配慮されて、意味名を営業から道常に解明する。法歴九年に安倍川朝鮮松原に朝練所が、 設けられるとその主観となる。また、百国加増されて、国高四百国となる。法歴十年に、神社崇拝及び銀札通用の論たちを藩内に、反布。また、と時間連を祀る梅学霊社を創建。翌年には、所持系図編算を行う。その年八月には、貫通より、過労職及び宣国大軍の内命があったが断り、 再度、過労の矢島うねめより、過労職及び戦国大軍の命を伝えられたが、再度拒否した。その後、逆に軍用金銃刀のために、金800両を献上した。法歴12年4月23日に、本中老過労石を命じられる。明は3年6月に隠居すると、隠居料20人物を与えられ、8月には、機密用係となる。 安永元年7月30日に死去。去年72。経図では本性を源氏としている。大友市彦の築後15条の草野氏の一族である、草野常長の子、草野常ねが、天正15年頃に、草野から、水間郡4箇所村に住んで4箇所氏を称す。天正19年に、常ねが、立花宗しに仕える。 柳川藩立花家文言帳掲載資料では、寛永6年の、総茂子、三尾諸志公府長に、矢島岩見守る組に、150国4箇所、東西門とあり、有馬一騎休期に、矢島門戸聖組8人、同、4箇所半、苦労、万治3年の、正重げ三尾の文言帳の矢島門戸聖組に、同150国、徳駅村、4箇所半、苦労、 遠方九年の遠方九、鳥土七行鳥無足淵方ともでは、矢島戦場組に、同百五十国、四箇所、東西門、聖徳元年の聖徳元年侍長の矢島岩見組に、百五十国、四箇所、現像とあり、おおむね矢島氏が組頭を務める組に、所属する求人であったことがわかる。ありがとうございます。